皆さんこんにちは。令和元年論文本試験経学の公表と解説の方を始めていきたいと思います。担当はレクセ任講師二宮です。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さん論文式筆試験お疲れ様でした。まあ今回のマケイン学について簡単に振り返っていきたいと思います。 でまずね皆さん気にされていることかと思いますけれども、まあ、全体の目標点数についてお話をさせていただきますと、まあ、現時点ではね目標点数としましては57点とといいうのをまあボーダーダラインとししてて設定しています、まあ、あのこれはね受験生の皆さんのそういったね答案とかを精査した結果ね、まあ、57点とかっていう点数を出しているわけではなくて、まあ、実際の私が解いたね書簡としまして、まあ、57点ぐらいがねボーダーラインになってくるだろうというねそういった予想になります。 なんかまあ実際のところはね、蓋を開けてみると、まあ、もう少しボーダーラインが下がることもありえますしもう少しボーダーラインが上がることもあるとは思いますけどもおおむね,ね大きくずれることはないかなと思いますのであのまあ6割弱ぐらいの、ねまあ、点数っていうところがあの素点で求められているんだと、まあ、そう考えてくださいで。今回ですね、特徴的なのが、まあ、計画、この第1問ですね、経営管理の分野の方ですね まあこちらがあの例年よりもまあ試験員のねまあ好きな分野が出されているというところで試験移植がねかなり強くなっているというところがまあ一つ特徴としてては見て取れます、まあ、特に第1問の問題1位ですね、まあ、これ試験員の先生がまあ好きな論点というのが出されているところとなりますのでここは大きくね昨年度と違うところかなと思います。 昨年の試験に関してはねどちらかというとその試験員の先生が誰であったとしてもあの特に関係のない典型的な理論からの出題が多かったわけですけれども、まあ、今回はね試験職がかなり表に出てきているというところがありますので、まあ、講義の中でもですねどちらかというとまあ経営管理の分野の後ろの方でね後半の講義の方であのやっている内容が多分に出題されていますので、まあ、どうしても記憶の定着が少しね弱いところからの出題ということであまり高い点数っていうのは見込めないのかなと思います。はい まあそういったことをねあのもろもろ考えると、まあ、第1問単体で見たときの合格ラインとしてはあの50点のうち、まあ、21点ぐらいですね、まあ、4割ちょっと点数が取れていればあの十分ね得点比率52っていうのを超えることができるのではないのかなというふうに、まあ、現時点では考えています、はい、で一方の第2問の財務管理の分野に関しましては、まあ、こちらは例年よりも簡単な問題が出されています それはね、解かれた皆さんが一番感じているところだと思いますね。普段解いてる、ね、予備校の登連などよりも圧倒的に簡単な問題が出されていますのであの基本的な知識さえあの備えていればですね対応できる問題が多かったということであのこれがね本試験ではなくて本当に普段の登連としてこれぐらいのレベル間のファイナンスの問題が出されていれば本当に多くの方が8割っていう点数をね超えてくるのかなというふうには思うんですけれどもただやはりそこは本試験ですからね。 あの、まあ、緊張感からですね思うように知っていることでも知識として引き出すことができないとかですねあるいは焦りからねケアレスミスをしてしまうとかってことが起こりえますんで8割がね合格ラインになってくるとかってことは絶対にありませんからおそらくまあ合格ラインの点数としましては大体まあ36点ぐらい7割ちょっと超えていれば、まあ、合格ラインになってくるかなと思いますので。 あのそこを、ね、一つ目安に考えていいいいただくとといいのかなと思いますあの財務管理については、ここ数年はずっとそうですけれども、まあ、回答箇所が25箇所となっていますので、まあ、おそらくね、配点としてもあの1問2点という配点が振られているでしょうから、まあ、36点のボーダーであればです、ね、一応7箇所ミスることができますので。 まあそれぐらいがね、あのーまあ、限界かなというふうには思いますから、まあ、7カ所ミスでなんとかねあの収めていただきたかったかなというふうには思いますね。はいまあ、それぐらいでなんとか対応できる問題ではあったというところではありますね。はい、で今からねあの各問題の解説の方をしていきたいなと思いますので、まあ、お手元に問題とかね、あのー、ある方はご用意いただきましてない方はプレゼンターの方をねご覧ください。 でまず、まあ、第1問から見ていきますけど、まあ、経営管理の方はあまり解説うんぬんっていうのはありませんけれども、まあ、問題1の問いの一番ですねこれは穴埋め問題ということで、まあ、A に関してはこれ「不、まあ、及という言葉が入りますね「不及曲線」ですね。で B に関しましてはこれは「キャズム」という言葉が入るわけですけれども、まあ、少なくともどっちかはね正解してほしかったかなというふうには思います。はい まあ受験生の多くはね片方しか対応できないって方が多いんじゃないのかなとは思いますんでねあの最悪1個はねミスっても大丈夫ですからあのどちらか片方はねなんとかあの絞り出してほしかったかなというふうには思いますで次の問いの2番ですねこれがちょっとね今現在答えがねまだ定かでないところではあるんですけども まあこの企業の資金需要っていうのは通常、製品ライフサイクルのどの段階において最も大きくなるのか適切な段階を答えなさいということでまあ予備でで答えが割れているところですね。レックの見解としましてはまあ導入期というところをね答えとしては挙げているんですけれどもまあ導入期か成長期かどっちかであることはねまず間違いなくわかると思うんですよ。 ただそのどちらがよりにね資金需要が大きいのかというところの判断ですね。これがまあ難しいところなんですけれども、このまあ資金需要というねま表現がま投資額って意味であればね、おそらく多くの方は成長期っていうふうに答えるのかなと思います。ただまこれも業種によって何とも言えない部分はありますけどね。あのインフラ系の会社であればね、あの初期投資が一番大きいわけですから導入期のねその場面において一番ね投資額は大きくなるでしょうけれども。 まあ、メーカーとかであればねどちらかというと成長期の段階において投資額っていうのがより多く必要になるでしょうからね、はいまあ、どういう業種業態なのかによってね、まあ、結論は変わってくるのかなと思うんですけれども少なくともここはね投資額って意味ではなくて資金需要と言っているぐらいですのであのどのタイミングで一番お金が必要なのかと、まあ、導入期と成長期を比べたときにですね 成長期は少なくととも営業キキャャッッシシュュプラスのキャッシュを獲得するることがでできるわけですよ投資額をすべてですね財務キャッシュで賄うわけではなくて、まあ、営業キャッシュも一部ね投資額に充当されていきますのである程度本業からねお金を稼ぐことができている状態ですからどちらかというと導入期の方がまあ資金が枯渇しているだろうと考えることができますので、まあ、導入期の方を、ね、本回答としては挙げています。はい ただこれはまあ何とも言えない部分もあるのであの模範回答も、ね、本試験は出てこないので、まあ、開示答案を見てみないとですね、あのはっきりとしたことはわからないところではあるんですけどもただまあおそらく、ねまあ、導入期っていうのが答えになってくるかなというふうには思いますよろしいでしょうか、はい、で次の問いの3番ですね、相対市場シェアの計算ということで、まあ、この O 社から T 社までですね まあ市場に7個の会社、6個か、6個の会社があるわけですけれども、市場全体の大きさっていうのが、これ750億円ですね、750億円。で、この大社の相対市場シェア、大社っていうのは、これ、業界のまあリーディングカンパニーでトップの会社になってると、大社の市場シェアっていうのを計算するにあたっては、これは業界2位の会社である P 社ですね。のののこの売上高との比較で 大社っていうのは P 社の売上げの何倍なのかっていうのを計算してあげれば市場シェアっていうのが求まります1.5倍っていうのが求まりますねはい。まあ、相対市場シェアっていうのはこのリーディングカンパニーの相対市場シェアであればこの2位の会社との比較でそのシェアの値っていうのは決まってくると、まあ、逆に業界に以下の会社の場合っていうのはまこのトップの会社との売上との比較で決まってくることになります だから次の旧社であれば150割ることの300で0.5っていうのが相対市場シェアの値として求まりますねはいまあ非常にねまどろっこしい計算をやってるように思うかもしれませんけれどもあの絶対的な市場シェアではなくて相対的な市場シェアっていうのはこれ結構便利な指標ではあるんですよ例えばねあの絶対的な市場シェアでいうと大社は300億で全体750億ですからあの全体750億 億億分の300億ででって計算できますよね0.4絶対的な市場シェアであれば王者は40、まあ、それ自体はねあの特に間違ってる数字ではないんですけれどもこの相対市場シェアの方が何が優れているかっていうとこの王社の市場シェアが変わらないときに他の例えば P 社の市場シェアが変わったとしますよね。P 社の売上っていうのがこれが200億から300億に伸びた場合 ほ他の会社の売上をね取ってしまったと P 社が。まあ Q 社の売上が100億下がって P 社の売上が300億になった場合 O 社の相対市場シェアっていうのは 300÷300 300で1.0っていうふうに計算されるわけです。1.0ですね。だからまさに相対的な市場シェアなんですよ。O 社の絶対的な市場シェアは40%のままなんだけれどもこの P 社との比較で相対的なシェアの値っていうのを計算すれば。 さっきの1.5倍よりも1.5っていう数字よりも1.0っていうね小さい数字で計算されることになりますんでね、はい。他の会社のそういったね、まあ、業績の動向に応じて相対市場シェアの値っていうのは変わってくるんだと、市場の今現在の状況っていうのを反映した、ね、値を計算することができるというところで、まあ、絶対的な市場シェアよりもま便利な指標ということになりますね。はい 1.0、ね、を超えていればね、まあ、それ業界トップの会社ということを表していますんで、まあ、それが一つのね目安になってくると思ってください。はい、よろしいでしょうかで。ただまあこの問いの3番の、ね、相対市場シェアの計算っていうのは、まあ、最悪できていなくても全く問題はありませんのであの他のところで取れていれば OK ですね。で次の問いの4ですねここはねあの絶対正解したいところです。 この ppm に関連してマトリックス表を構成する4つのセルのうち製品の売上と当該製品への投資費用がともに大きくなるセルはどこなのかそのセルの名称を答えなさいってことで、まあ、製品の売上っていうのは、まあ、これ相対市場シェアって読み替えてもらって当該製品への投資費用っていうのはこれ成長率って読み替えてもらうと分かりやすいかと思います。市場のシェアが大きくて なおかつ成長率が高い事業というのは、まあ、これは何て呼ばれていたかというと、まあ、花形と呼ばれていたわけですよねだからそこの読み替えですね売上を市場をシェア投資費用を成長率っていうふうに読み替えることができたかどうかっていうのが、まあ、問いの4番におけるポイントになってきます。 まあこれは少し考えればねそういった判断は行うことはさほど難しいことではないのかなと思いますので問いのような花形というのはなん、まあ、とか答えてほしいかなというふうには思いますねはいで次の問いの5経験曲線効果に関連して PPM では各社の市場シェアの相対的な大きさが資金供給量の大きさを規定するまあこの関係が想定されているとそこでなぜ 上ののような関係が成立するると考えられるのかを次のね3つの用語を使って説明しなさいねってことでまあこの3つの用語をねこの短い4行という文章の中に埋めていくことになりますんでまあこの用語をね論理的につなげることができればあとはまあ点数はある程度拾うことはできるのかなと。 問いの5番自体はねピンポイントで全く同じ問題っていうのを目にしている方はほとんどいないとは思うんですけれどもただまあこういうヒントがね与えられているので、まあ、これうまく活用してあげれば、まあ、こういう模範回答ですね、まあ、作ることができるのかなとおおむね近いね回答を作ることができるんじゃないかと思います、まあ、相対市場シェアが大きいほど売り上げが大きくなるだけでなく、まあ、累積生産量の増加に伴う経験曲線効果これを享受することができ まあ製品単位あたりのまあコストっていうのが小さくなっていくつまりこの相対市場シェアの大きさがまあ利益数準に大きな影響を与えることになるため、まあ、結果的に資金供給量の大きさを規定することになるんだと、はいまあ、そこまで書きづらい内容ではないのかなと思いますから、まあ、少なくとも部分点はねあの何点か拾う必要性はある問題と、まあ、そう考えることができますで最後の 問いいの6番についてはこれも知,識問題です、ね、知らないと対応できないでしょうけれどもこの革新的採用者がマニアタイプ、まあ、初期少数採用者がオピニオンリーダータイプとここの対応関係ですね判断できたかどうかがまずポイントです。 そしてこの初期少数採用者ですね。まあ、この人たちがまあ集団の、ねまあ、リーダーみたいに位置づけになってきますのでこの初期少数採用者っていうところがある製品っていうのを他のの、ね、メンバーに対してまあ進めるような、ね、そういう役割を持っていることになりますので初期少数採用者のまあ意見っていうところが他の人々の購買行動に大きな影響を与えるんだと。 革新的採用者っていうのはねどちらかというとマニアということになりますので、まあ、この人の意見っていうよりは、まあ、この初期少数採用者の人の意見っていうのを他のねメンバーっていうのは意見として取り入れていくんだと、はいまあ、そのことが分かっているかどうかっていうのが問われている内容です、はいまあ、一応講義ではやったところではあるんですけども、まあ、それをうまく引き出せたかどうかですね ななかなか、ね、ここまで手が回っていなかった方もいるかと思われますので、まあ、あの満点は取れなくても構いませんから、まあ、ある程度、ね、あの部分点が拾えればそれで OK かなというところです、はいまあ、この第1問問題1単体で見た時にはだい大体い合格ラインの点数としてはまあ10点ぐらいっていうのを現時点では想定しています、まあ、各問題に対するコメントなども、ね、掲載してありますのであのご覧になりたい方は、ね、画面の方を止めていただいて確認をしてみてください で次に第1問問題2の方ね見ていきたいと思いますけどもまあこちらがね回答箇所がとにかく少ないというところが特徴としてはありましてまあ5箇所しか回答箇所がないのであの相当怖い内容ですよね。1問ミスるとそれだけで5点近くの点数が飛ぶことになるでしょうからあの ななかなかねミスると痛いところではあるんですけれども、まあ、少なくとも答えなければいけないのは、まあ、この空欄 A ですねこれは価値連鎖というのが入るわけですけどあの、まあ、ポーターっていうねちゃんと価値連鎖を提唱した、まあ、この学者名ですね出てきているので比較的思い出しやすい内容ではないのかなと思いますからこの A の価値連鎖についてはなんとかね答えてほしいあるいはまあバリューチェーンですねどっちでも結構ですけれどもで次の B はね ちょっとと考えないい出てきづらいかもしれませんね前後の文脈からここに何が入るのかとまあ規模の経済っていう言葉が入るわけですけどもまあもしかするとねその問題1で、まあ、経験曲線効果っていうのが出てきているのでそれとの関連で規模の経済って言葉は思い出しやすかったのかもしれませんけれども、まあ、それでもこの B の部分はねちょっと考える必要性がありますのでここはもう最悪ねできていなくてもしょうがないのかなと思います。 まあ個人的にはね解いてほしかったというところはありますけれどもまああの受験生というか合格者全員がね全員ここの B の部分ね穴埋めできるかというとそういうわけでもないのかなと思いますのであのここは最悪間違えていても OK です。はい、で次の問いの3番ですねこれはもう絶対埋めなきゃいけないです。 あの何も難しいところはありませんからねここはデファクトスタンダードっていうのを埋めればいいだけですから、まあ、確実に正解しなければいけないところとなりますね。はい、だから、まあ、1, っていうところができていれば最悪、OK、かなというところです。次の問いの4番はこれはね数学嫌いな方に関してはちょっとねあの厄介な問題なのかなと思いますけども、まあ、数学が得意な方にとってはねありがたい問題なのかなと思いますね。 1>, まあ1対1の通信を行う際の便益を1として3人で構成されるネットワークの便益は3っていうふうに言っていてまあこれは何を表しているかっていうとあのこの3人の場合ねまあネットワークを作ったときに三角形で表すことができるわけですよねネットワークをね。3人っていうのを線分で結んだときに三角形が出来上がるわけですけれどもこの三角形の線分の数っていうのを数えてるわけです。 だから次の四角形の場合は今度対角線を引っ張ることができますので、まあ、四角形の場合は辺の数4個と対角線の数2個ですね、まあ、これで合計6っていうのがネットワークの便益ってことになります、はい、だからそういった規則性に着目をしていただいて、まあ、規則性というかねそういったところにまずねあの着目をしていただいてあの次の五角形だったらどうなるとかっていうのを考えていけばですねあの 規則性を見出すことができましてこの N 人のネットワーク便益っていうのは N+2 分の n く3っていうふうに表すことができます、まあ、N 人でネットワークを構成する場合、まあ、N 角形っていうのが出来上がるわけですけど、まあ、N 角形の要はこの N っていうのは辺の数です。N 角形の辺の数は N 個ですね。 で対角線の数っていうのは何本になるのかっていうと2分の N N-3 っていう形でで表すことができます、はいまあ五角形とか六角形ぐらいまでであればね自分で書くことができるかと思いますのでそこの規則性に気付けた方もいるんじゃないのかなと思います。はい、でまあこの一般化することができればあとはここの n の部分に100を代入してあげれば終わりですので。 まあ10と100を、ね、代入してあげればいいだけですから、1十人の場合45、1 0人の場合4950と、だからまあ110倍っていうように計算することができますね。あるいは、もっと数学的な思考ができる方はですね、あのこれは確率を覚えてますかねあのコンビネーションを、ね、使ってあげれば、もっと簡単に計算することができます。別解としまして、こちら、まあ、この10人でネットワークを形成する場合、 まあコンビネーション10の2っていうのを計算してあげれば、まあ、簡単に計算をすることができますね。まあ、結局10角形の線分の数っていうのを計算するということは、まあ、その10角形ということはその点の数が10個あるわけですから、まあ、その10個の任意の点からまあその2個の、ね、点っていうのを選び出して線分を引っ張るわけですからね。まあ、コンビネーション10の2っていうのを計算してあげることによって、まあ、45っていうのを計算することができます。 100人の場合も一緒、コンビネーション100の2っていうのを計算すれば4,950と一瞬で求まりますので、まあ、最近ね、あの大学受験したばかりのね、あのまだ数学の記憶が新しい方に関しては、こういう解き方ができたんじゃないかなと思います、はい。よろしいでしょうか。まあちょっと変わり種ですね、これはね。あの全くね、できなくても問題はないんですけれども、ただまあ、 考えればねなんとか対応することは、まあ、できなくはない問題なのかなというところはありますね。はい、で次の問いの5番トランスナショナル型組織ですねグローバル規模での経営効率の追求。 とと、まあ、柔軟な現地対応でですすねね、まあ、グロローーバルル統合とローカル適応です、ね、この2つの側面から見てあの優れた組織っていうのがトランスナショナル型の組織ということになりますけど、まあ、この他にどういう特性を持っているのかというところが問われていまして、まあ、これはね知識移転っていうのをね答えてほしかったと知識の移転ですね、まあ、知識や能力をまあ移転するという、まあ、そういったね能力に優れた組織ですよと。 これが模範回答となりますね。まあ、グローバル企業のいいところとマルチナショナル企業のいいところとあとインターナショナル企業のいいところですね、まあ、この3つの組織のいいところっていうのを全て兼ね備えているものがトランスナショナル企業ということになりますんでね、まあ、そのことをね、えー、まあ書いていただければまあ正解ということになりますねはい。 ただ、まあ問いの5番についてはね。ここもまあできなくてもしょうがないかなというところですので、まあ少なくとも問いの1番問いの3番ですね。ここがまあできていればね。あのー、最悪のケースっていうのは免れることができるのかなと思いますので、あのここの2箇所はね。絶対合わせなければいけなかったんだと思ってください。はいまあ、以上が経営管理に関するまあ好評と解説になります。まあ、あと一応こちらさっきと同じように各問題に対するコメントと。 あと、正当可能性などを、ね、載せていますので、あの気になる方は、ね、画面を止めてご覧になってください。で、今度、次のファイナンスのところ、移っていきたいと思いますけれども、まあ、ファイナンスに関してはね、かなり問題としては平易な内容となっていますので。 あの本当に電卓をね12回叩けば答えが出て,くる出てくるところばかりですから複雑な計算問題っていうのは一切出されていないですねもうほとんど公式に当てはめていくだけということになりますから、まあ、正確に基本的な知識っていうのを抑えられている方はですね、まあ、高得点を狙うことができたのではないのかなと思いますまた順番に。 問題1から見ていきたいと思いますけれども、まあ、ポートフォリオ理論と市場均衡理論からの出題ということになります。まあ問いの1番はね、あの穴埋め問題ということで。 1>, まあ1番から4番までねこれまあありがたいことに全て独立しているね問題となりますのでまあ1番できなくても2番3番4番には影響を与えませんからまあそれぞれねあの各のの計算っていうのをやっていけばいいだけとだからまあ仮にシャープレッシオっていうのをね忘れてしまっている方でもあの2番以降っていうのは問題なく回答することができますからまあこの辺はねあのうまく考えられてるなと思いましたねはいでまあシャープレッシオが分かっているのであのまあここからですね ポートフォリオ B の、まあ、期待収益率っていうのを逆算するということで、まあ、この式に当てはめていただければ OK と。はい、ポートフォリオ B のシャープレシオは0.63ですので、まあ、分母に、まあ、これは標準偏差18%で分子に、まあ、これリスクプレミアムですね、えーまあ、この期待収益率からリスクフリーレートをさっぴいたものを取ってあげて、まあ、この式を満たす 期待収益率 E の RB っていうのを計算していただくと15.34%というのが求まります。はい、で次の丸の2番ですね。このポートフォリオ A と B の相関係数がマイナス1であるとき、これら2つのポートフォリオを組み合わせて標準偏差がゼロのポートフォリオを新たに作るとすると。 その場合ポートフォリオ A の投資比率は、まあ、何になるのかというところが問われているわけですけれどもこの相関係数がマイナス1の時ポートフォリオの標準偏差っていうのはどのように表すことができたかというとこれまあ一般式を変形していくとこう表すことができますね。A の組入れ比率を W で B の組入れ比率を1く w って表したときにこの A と B の ポートフォリオのの分散といううはここ表すすができます、はい、相関係数マイナス1のときこう表すことができるとでこれまあルートを取ってあげて、まあ、この中括弧の中身ですねこれが標準偏差になるわけですけども、まあ、W シグマ A あすいませんここマイナスですねすいませんプラスじゃないですね失礼しましたマイナスですね W シグマ a スの 1-W シグマ B ですね。まあ、これがゼロとなるような組み入れ比率っていうのを計算してあげれば OK と。はい、よろしいですかね。はい だからあとはね W を計算してあげればいいだけということでシグマ A の標準偏差15%シグマ B の標準偏差18%ですから、まあ、w × 15 1 5 1く w × 1 8これがイコール0となるような、まあ、W を計算してあげれば54.55%というのが求まります。まあ、ちょっと波数が出てくる関係でね合ってるかなっていうふうに不安に思ってしまった方もいるのかなとは思いますけれども、まあ、ここはね、あのー、なんとか正解はしてほしいところではありますね。はい で次の今度、資本市場線っていうのを表していくわけですけども、まあ、ここの丸三番については、単純にリスクフリーレートを入れてあげればいいだけですから、計算するまでもないと。はい、でこの資本市場線の傾きの部分ですね、丸四番の計算っていうのが、まあ、問われているわけですけども、まあ、ここは市場ポートフォリオの、ね、シャープ速度っていうのを取ってあげれば OK と。はいまあ、したがって シグマ、M 分の E の RM-RF っていうのを計算してもらえれば OK と、市場ポートオリオの標準偏差はまあこれ17%、期待収益率は15%で、リスクリレート4%ですから、ここの部分を計算してもらえれば0.65というのが求まりますので、4番の回答としては0.65ですよと。よろしいですかね。 まあこれもちょっと割り切れないんでねあの不安に思ってしまう方が多いのかなというところではあるんですけれども、まあ、基本的な内容ではありますからね端数が出てきてもなんとかここは自信を持って回答してほしかったかなというところですただ言ってもねあの全員が全員問いの一番全部完答できるかというとそんなことは当然ないでしょうからあのまあどんなに多くてもね、まあ、2問ミスで済ませることができていればそれでいいかと思われますねはい2問ミスぐらいでなんとか抑えたいかなと で次の問いの2番「証券 X と市場ポートリオのリターンの、まあ、相関係数が0.85であるとすると証券 X の標準偏差が12%である時 X の期待リターンを答えなさい」ということで、まあ、これはね相関係数が与えられているので、まあ、そこからですね、まあ、ベータの算定をしていくんだというところを、ね、あの思いつけたかどうかですね、まあ、証券 X のベータを算定するという話にたどり着けたかどうかというのがポイントです。 で計算してもらうと、証券 X の β は0.6と求まりますね。この公式に当てはめてください。β の定義式、覚えてたかどうかですね。まあ、これはねあの、過去にも何回も出されているところですので、まあ、講義内でもね、必ず覚えてくださいねと申し上げていたところではありますけれども、まあ、しっかりとね、正確に、まあ、この公式が出て,た出てきたかどうかですね、そこが一つポイントになってきます。で、この β0.6 というのが求まれば、あとはキャップ m ですね、適用してあげて。 ベータ0.6であることを前提として、証券 x の期待収益率を出してもらえれば10.6%というのが求まりますね。はい。まあ、以上が問いの2番で問いの3番は問いの2番の計算結果を利用してアンレバードベータを求めなさいっていうことで、今の証券 x のベータっていうのは、これはレバードベータと呼ばれるものになります。要は財務リスクっていうのを含んだね。ベータ値ってことになりますね。 この10.6%っていう証券 X の期待収益率の中には、まあ、株主は財務リスクプレミアムっていうのを要求していますので財務リスクプレミアムのまあ部分が何かこの中に含まれているわけですその財務リスクプレミアムっていうところをまあ取り除くというところがまあ問いの3番の内容となりますけども、まあ、ベータの中から財務リスクの部分っていうのを取り除いていきましょうとでこれも レバードベータからアンレバードベータに変換するためのこの、ね、関係式ですね、まあ、これが思い出せたかどうかというのがポイントです、まあ、この式さえ知っていればねあとは与えられた数字を代入するだけですからアンレバードベータは0.41というのをまあ容易に計算することができますねはいよろしいですかね、まあ、当連でも 何回か出しているところではありますので、公式は頭に入っていた方が多いんじゃないかと思いますけども、まあ、とはいえね、このファイナンスの問題4問構成されてますけども、この問題1が一番、ね、点数は取りづらいのかなと思いますので、あのこの問題1、単体で見たときには合格ラインの点数としましては、大体まあ8点ぐらい取れてればいいかなと思います。まあ、回答箇箇所所が6箇所 ありますので、まあ、2問ミスぐらいでね抑えることができていればそれでいいかなというところです。はい、で次の問題2ここからどんどん簡単になっていくわけですけど問題2に関しては今の問題よりも簡単で、まあ、コーポレートファイナンスからの出題ですね。 で問いの1番ですね、まあ、この企業 A は事業資産内容を一切変えることなく、資本構成だけをまあ変えていきましょうと、今現在はまあ株式200億円で資金調達をしているのみで、でまあ、これを資本構成変えて、借入れ金100億、株式100億に変えていこうと、借、はい、入れ金にかかる負債コストは2%で倒産の可能性はないとで、法人税も存在しないと仮定していくことになりますので、まあ、要は完全市場っていうのを前提としています。 この完全市場を前提としている時に、まあ、MM 理論を思い出していただきたいんですけども企業価値やあるいは過重平均資本コスト率というのは資本構成のの影響いいうのを受けないわけなわですよねだから今現在ね株式のみの資金調達の場合は株主の要求収益率が10%でこれが要は過重平均資本コスト率でもあるんですよね。こののっていうのが 資本構成の影響に関わらず一定ということになりますんで丸ので番は計算するまでもなく10%というのが求まりますはい。資本構成を変更したところで加重平均資本コスト率は変わらないとまあ、そのことが分かっていれば一瞬で回答できる部分ですただ株主の資本コストについてはこれは負債の利用を行うことになりますので財務リスクを株主は負うことになりますから その財務リスクに対してリスクプレミアムっていうのを追加的に要求することになりますので今現在の10%よりも財務リスクプレミアムの部分だけ、まあ、この丸の2番の数値っていうのは上昇することになります。これはもう MM の第二命題ですね、まあ、その第二命題を表す式に代入してもらっても結構ですしあるいは過重平均資本コスト率が10%というのが分かっているわけですから。 この過重平均資本コストを計算するための式ですね、まあ、これを立ててもらって株主資本コストっていうのを逆算してあげれば18%っていうのを求めることができますので、まあ、この辺は好きに回答してもらうといいかと思います、まあ、理想的にはねこの上の解き方を適用してもらって、まあ、この第二命題の公式の方に当てはめて計算するっていうのが一番理想的な回答の仕方ですねはい,で次問いの2 まあ今度、まあ、企業 A は事業資産内容を一切変えることなく資本構成だけ借入金100億、まあ、株式100億に変更したと借入金にかかる負債コストは2%で倒産可能性はないここまで一緒ですけど法人税が今度40%存在するという過程を置いていると、まあ、今度修正第二命題の話になってくるわけですけども、まあ、この法人税の存在を前提とするならば企業価値や過重平均資本コスト率っていうのは資本構成の影響を受けるわけですよね。 で今回はね特に踏み込んだ内容は問われておらず法人税が存在する場合の節税効果とその将来発生する節税効果の割引現在価値合計の計算が問われているだけですから、まあ、計算自体は本当にあのものの1分もかからないぐらいで対応できるかと思います。この 今期末の節,税節税額1年間単年度の節税額っていうのは、まあ、これ負債の金額かけることの負債コストをかけることの40%で計算することができるので100億かける2%かける40%で8,000万円っていうのが三番の回答で四番につきましては、まあ、これは将来発生する節税効果の割引現在価値総額が問われているのでこの毎期毎期8,000万円 存在発生するわけですから発生万円を2%で割引計算すれば40億っていうのを求めることができますしあるいはもっと簡単に、まあ、この式見てもらえば分かる通り負債コスト2%分母にとって分子に100をかける2%をかける40%を取るわけですから結局この2%の負債コストの部分は総債消去されますんで100億に税率を掛け算した40億ですね、まあ、これが節税効果の割引減在価値になりますよと。 よろしいでしょうかで次の問いの3番今度倒産コストが存在するようなケースを考えていくわけですけども、まあ、直接コストと間接コストっていうふうに2つにね倒産コストは分かれていってこの選択肢のうち直接コストはどれかというとこの選択肢の「あ」です。倒産処理に伴う弁護士費用ですね、まあ、これも非常に簡単な問題だと思いますね。 で次の問いの4番が唯一ねちょっと答えづらい問題かもしれませんねあの名前をど忘れしてしまっている方がね多いのかなと思います一応まああのレジュメの中ではねこういった資産代替っていうね表現についても記載があったんですけれども、まあ、そこまでね覚えられていた方は少ないと思いますねこのリスクシフティングっていう現象はですねあのいろんな名称がついているところではありますんで、まあ、全ての名称をね全部覚えてるって方はいないと思いますからあのなんとかね 絞り出すことができたかどうかというところが、まあ、今回ね、あのポイントになってきます。まあ、これは完全に知識問題ということになりますからね。もう理解も何もありませんから、もう知ってるか知らないかがほぼすべてですね。はい。だから、まあ、最後の問いの四番は最悪できていなくても結構ですので、他の問一から問三については、ここはね。あの取りこぼしは許されないところかなと思います。確実に問一から問三っていうのは拾ってもらって、まあ、ミスは問いの四番だけに収めたいかなと。 ま合格ラインとしてはまあ8点っていうところがまあ1つ目安になってくるかなと思います。はい、で次の問題3財務分析の問題で、まあ、デュポン分解ですねデュポン分解っていうのが問われていると、まあ、ちょっと表現がね収益性とか効率性安全性っていう表現になっているので、まあ、何なのかなっていうふうに一瞬考えてしまった方いるかもしれませんけど、まあ、このデュポン分解をすれば ROE っていうのは3つの財務指標に展開することができるわけですよね。売上高、当期純利益率、率、総資本回転率あと財務レバレバッジですねで収益性を表しているのが売上高、当期準利益率。総資本回転率は効率性を表していて財務レバレッジは安全性を表していると。まあ、そこの読み替えができたかどうかっていうのがポイントですね。であとはまあ指標の計算を単純にやっていくだけなのでまあこれはもうね波数が出てくる。 ところは波数が、ね、出てくるっていう影響はあるかもしれませんけれども、まあ、単なる財務指標の計算ですから確実に正解したいところここ3箇所はねあの合わせていただきたいところですね。でマリ4番についてはこれはね知らなくてもしょうがないかなというところで、まあ、この総還元成功っていう財務指標ですね。 あの現金配当70億自社株の買い30億ですね、まあ、これらが当期純利益に占める割合っていうのがこの丸四番の回答です当期純利益に対して現金配当がどれだけ行われるのかっていうのはこれは配当成功って呼ばれる指標ですよね配当成功 株主に対して還元する手段というのは現金配当だけではなく自社株の買いっていうのもあるわけですから、まあ、そういった株主に還元しているという実態をちゃんと表すためにですね現金配当だけでなく自社株の買いっていうのを含めた上でどの程度株主に還元しているのかっていうのを計算しているのがそこをなんとかね思いつけたかどうかというところですねもう知らない人が多いとは思うんでねこの総還元成功という指標に関してはね。はい まあ株とかね、やってる人であればね、総還元成功っていう指標は目にしたことあるかもしれませんけど、まあ、それ以外の方はなかなかあの知識としてはね、持ってない方が多いのかなと思います。で、次の問いの2番ですね。まあ、これも簡単な問題ですね。フリーキャッシュフローっていうのを見積もって、その割引現在価値を求めていくと。 でもフリーーキャッシュローの定義がかかっていいればね問題ないかと思いますね、まあこの丸5番は当然運転資本って言葉が入ってでこの運転資本の増加額ですね、まあ、これフリーキャッシュローの計算にあたってマイナスをしていきますからこの税引き後の営業利益に減価償却費を足して運転資本の増加額を減算していけばこの2年目のフリーキャッシュローを求まると。 まあ、そもそもね、1年目、3年目のフリーキャッシュロー与えられてますから、自分で何かフリーキャッシュローの計算手続きの中でミスがあった場合、あの1年目、3年目の,、ね、あの計算をしてみた段階で気づけるでしょうから、まあ、この問題はあまりにもちょっと優しい問題と考えることができますね。ここはもう絶対ミスは許されないところですよ。ただ、ここはちょっとね、見づらいかもしれないですね。あのここ、 1620っていうフリーキャッシュローですね発生しているわけですけどもマイナスのフリーキャッシュローが発生しているわけですが、まあ、これは運転手運の増加額と設備投資額の合計を表しているのでもしかしたら人によってはですねこの3つ全部ねマイナスしてしまった方もいるんじゃないかなと思いますまあそういうケアレスミスですねあの注意をしておかなければいけない問題だったとただ少なくとも5と6はね間違える要素がないのであのここはねもう絶対間違えちゃいけないところですよ まあ、そういったことを諸々考えた上で問題3番単体での合格ラインとしてはこれまあ10点程度ということになります、まあ、全体14点で、まあ、どんな多くても 2, 点2問ミスぐらいで抑えなきゃいけなかったかなというところですで最後の問題4に関しましてはこれまあオプション取引ですねで問いの1の1の1と1の2はもう本当に簡単な問題です このオプションの本質価値が正である状態のことをこれインザマネーって言い方をするわけですよね。で時間価値については時間の経過とと,ともにその価値が減少する、まあ、これタイムディケイと呼ばれる現象ですよね。はい、で問いの1の3がねちょっと考えさせる系の問題ででパーチェシングパワーパリティっていうのが、まあ、一瞬何かなと。 いうところであの面食らってしまった方がいるかと思いますけども、まあ、購買力陛下のことをね、まあ、こういった表現を使っていくんですが、まあ、そもそもねあのここへ登場するのもおかしい話ではあるんですけどね。はい、で、まあ、選択肢の「あ」が回答ということになるんですけれども「プットオプションの価格はコールオプションの価格を下回ることになりますよ」と。はい、でこのことはね このプットコールパリティのコールとプットの関係式ですね。まあこれを見てあげればわかりやすくて、まあ C イコール S プラス P 引くことの1プラス R の T 上分の K ですね。まあおなじみのこの関係式ですけれども、これまあ P の部分っていうのを左辺に持っていってあげて、右辺は S 引く1プラス R の T 上分の K ということになります。で、今現在の状況としまして、この原子酸価格と 権利行使価格が等しいとでまあリスクフリーレートは正の値と言っているわけですけどもこの原産価格と権利行使価格が等しい状況ということはこの原産価格 S と権利行使価格 K が等しいでリスクフリーレート R についてはこれプラスの値をとっているわけですからこの1プラス R の t 乗分の k という値は S よりも小さくなりますよね。 S 割り引いてるわけですからねリスクフリーレートは正の値で正の値で権利行使価格を割り引いていると。で s と k は等しいわけですからこの割り引いた値っていうのは当然 s よりも小さくなっていきますんでこの右辺の値っていうのが正の値となりますから左辺も当然これはあの。 イコールになっているわけですからね正の値になりますんで C よりも P の方が小さいってことが分かりますしたがってプットオプションの価格はコールオプションの価格を下回るというこの選択肢の A が正しいと、はい、よろしいでしょうかね、まあ、最後ねあのこの点の問題はあの分かってるんだけれども、まあ、文章の選択をする場面でミスっていうのが起こりやすいというところですのでこの S と 1プラス R の t 乗分の k を比べればいいんだっていうふうに気づけたとしても最後のね最後選択肢を選ぶ段になって間違えてしまうっていう方が一定数いるところですだからここは結構正答率は低いんじゃないかなと思いますねはいまあこの問題4の中だとここはもう唯一間違えていい問題となりますねで次の問いの2番はねこれはもうリスク中立確率を使ってもう皆さんねこれまで何回もこの計算やってきているかと思いますけれども まあオプションプレミアムの算定をしていくという問題ですね。もうコールオプションだろうが、プットオプションだろうが、まあ、リスク中立確率を使ってそのプライシングすることができますんで、まあ、計算をいつも通り行っていただければですね、難な,なく答えを出すことができるのかなというふうには思います。はいまあ、一応見ておくと、リスク中立確率はこれ58%ですね。58%。まあ、この式を立ててください。 でコールオプションの価値の算定ですけれども、まあ、コールオプションはまあ1年後ですね満期日を迎えた時に、まあ、原資産価格が権利行使価格っていうところを上回っていれば権利行使を行うことになりますので、まあ、逆に原資産価格が権利行使価格を下回っていれば権利を放棄することになりますから1年後原資産価格が上昇した場合にのみ権利行使が行われてこの時にキャッシュフローが900円発生しますよと。 でこの900円に58%を掛け算してあげれば確実性等価と呼ばれるものが計算されて、まあ、これを1プラス8%をですね、まあ、リスクリーレートで1年分割引計算すれば、まあ、現在価値483.33円というのが求まります。で反対にプットオプションの価格については、まあ、算定する時にこの1年後権利行使するのはあくまで減産価格が下がった時ということになりますね。 プットオプションの保有者というのは満期日において、まあ、原資産価格を権利行使価格が上回っている場合において権利行使をすることになりますんでね原資産価格が下が下った時のみ権利行使をします。まあ、この時のキャッシュフローにリスク中立下落確率を掛け算してあげて1プラス8%で割引計算をすればプットオプションの現在価値を出すことができますね。はい。 よろしいでしょうか。まあ、さっきも言った通り、まあ今回はね、問のうちの3番がね、あの唯一間違いが許されるところなのかなと思いますんで、その他のところはあの何とか正解してほしいかなというふうに思います。この問題4の合格ラインとしては10点っていうところをね出しています。だからまあ到達する、トータルすればね、だいたいまあ7割ぐらいの点数になってくると思ってください。はい。よろしいでしょうかね。 まあ以上が、ね、今回の経営学の、まあ、公表と解説ということになりまして、あのー、なかなか、ね、この公表と解説の方を、ね、ご覧になられてもしかしたらちょっと、ね、自信をなくしてしまった方もいるかもしれませんけれどもただまあ本試験の結果というのは、ね、言っても、あのー、最後までどうなるか分かりません。 まあ結局あのこちらが想定しているよりもですね、まあ、受験生の皆さんが思いのほかねあの平均的にできていないという箇所があったりするとあの合格ボーダーっていうのは下がることになりますからね。 今現在でまあ50点超えることができていないという方もね中にはいらっしゃる方はいますけれどもその方もですねあのそこまであの現時点で悲観視せずにですねやっぱりまあ家宝は寝て待てじゃないんですけども済、まあ、んだことでもありますから、まあ、なるべく、ね、この期間っていうのをまあ無駄に過ごさないためにもですねあのなるべく次の、ね、ステップに移るための準備の方をしといておい,いてですね済んだ過去の本試験のことについてはねなるべくあ,のあんまり思い出さないようにしていただくのがいいのかなと思います。 ま本当に自分のね手応えと本試験の実際の結果っていうのはああの割と違う部分もあるんですよ私なんかも本当に受験時代結構終わった時にですねまあ今年は落ちたなっていうふうに思ったんですけどでも蓋開けてみたら結構受かってたので普通にね、まあ、全然白紙の部分とかあったんですけれどもまあそれでも受かってたりはしますからまあ、時代は違うんですけれどもでもまあ、あのー、どんな試験でもそうなのかなと思いますからあの普通に。 これまでねあの、受かる水準の努力っていうのをされてきた方であればですね、あ,のあなたがね、その難しいと感じているものに関しましては、他の多くの受験生も難しいっていうふうに当然感じているわけですから、まあ、そこはね、あ,のあんまり悲観視せずに、まあ、自信を持って、ね、考えていただいてもいいのかなというふうには思います。はい、かあとはね、本当に本試験の結果をね、待っていただきまして、でぜひね、あのまあ、合格されている方はですね、またレックの交流会の方にご参加いただければなというふうには思います。はい まあもしね、あの何かあの試験後、ね、悩んでいることがありまして、相談事とかございましたら、また相談会とかにあの来ていただいても結構ですし、あのお電話とかでもね、あのご質問事項とかは受けたまわっていますので、まあ、ぜひ気軽にですね、あのまあ電話なり、LINE なりですね、あるいは相談会の方にご参加いただければなというふうには思います。はいまあ、それでは、これで経営学の公表と解説の方は以上となりますので、えー、皆さん、お疲れ様でした。